はい、大ゴマンチャーガでございます。さあ続きやっていきましょうか。能力アップ見たんですけど、この通りじゃん。完全にもう技術ポイントのなさが響いてます。技術ポイントってたまるよね、確かこれ練習の筋力で。ちょっと待って、あれ上がらねえ、技術ポイントダメなんだ。まあでも縛りだからな。なんかのイベントで技術ポイントが溜まるのを祈るしかないか。あ、野球マン2号登場。呼んだ？野球マン2号ですよね。今そう言ったじゃん。立花じゃないですよね。あの美少女で、せいぜいの立花ではありません。なんだかやけに黒いして、細かいことは気にしない。でさ、私を呼んだことはどっかに悪の組織がいるんでしょ？どこどこ見たい。ん？用事もないのに呼んだわけ？なんと言いましょうか、その、何よそれ。わざわざ走ってきて損した。ごめんごめん、立花。だから立花って言わないってさ、先輩。まあ、いや、せっかく来たから、未来やる野球青年の能力開花の野球マンスペシャルサービス。というか、フリーマーケットで買った本を出す。誰かに試したかったんだよね。はい、この中から欲しい欠点選んで、欠点？欲しい欠点？どれもやだよ。え、そんなこの人。そんな結果をわざわざ欠点にしてどうすんだよ。せっかく楽しみだったんだ。バンギー行くんだったんだ。またを。やってみたらよかったのかな、この場合は。その欠点のところ欲しくないもんな。筋力ダンベルに進化、これやはり告白されるとか。もうモテるとか辛いよね、本当に。よかったな。何がやったの、わざ立花に来てたの。ついさっきだけど、おとかしっこなしで、じゃあどこ行こうかな。どこってないの。最初は映画館とか公園とかかな。その後にどっか二人になる場所とか。ふーん、なるほどね。おいじゃま、レッツゴー。これとこれと、あ、これも買っておこうかな。さっきからスポーツ店をぐるぐると。変わったデートだね。先輩に頼んだのは荷物持ちなんだけどな。それだけ？うん、それだけ。ふふん、もしかしてデートだと思ってたのかな。まあ、まさかそんなことないって。あははははははは。ですよね、そんなに喜んでもらえるとお姉さん嬉しいな。いや、俺の方が年上なんだけど。そういうことは気にしない、気にしない。うん、いろんなもの買うんだね。マウスピース？それつけるとパワーが 20% ぐらいは増えちゃう。私みたいに平気な選手、もう必需品って感じかな。これ使ってみようかな。もうこれつけると顔の形が変わりそうだね。そう、そうなの。誰かもっといいものを開発してほしいんだけどな。さあ、買い物の後は先輩のおごりでプリンタイム。イエーイ。っておごりかよ。もう立ち話はこういう重宝法な感じ。いいよね、水木さんの。変な顔、つって。まあ、で、それなりに楽しければいいんです。いいんです、そういう楽しければよしで、よしとしましょうよ。脳筋&筋力パワーアップ。ノーキング、今津さんどうした、最近すごく調子いいよ。トギのコツいいんすか。あやっせ、流し打ちか。登る、どうしたものかな。監督どうしたんですか。いや、実は製品高校というところ練習試合申し込みあった。ミスが足りてるから受けないことはない。あ、いいじゃん。先生持ち込めるか、その話行きましょう。やったよ、よかった。製品高校として。0-10。うーわ、マジか。あんだ、3発打線が繋がらなかった。まあ、初めての試合で仕方ないよ。お前たち、ちょっと話がある。何ですか？お前たち何を目標に野球やってんだ？それ甲子園出場決まってるじゃないですか。ノーキング、女子は甲子園大会には出られないよ。はい、現実では甲子園、公式戦への女子選手の参加は認められないんです。だそうです。この世界でもこの時点ではまだ女子選手の大会参加は認められてない。女子の、大会参加希望者は多かったが、女子野球部の大会との絡みもあり、安全面を中心に議論を進めている最中。うわぁ、そういえばそうだったーっつって。ちょっと。だから今日みたいな試合では全く説得力がない。私の話はそれだけだ。勝たなければいけないんだ。そう。うん。これからもっと頑張っていこう。そうだよ。こうやって、おーって頑張ります。よっしゃ、技術ポイント入った。ようやく技術ポイントが入った。よし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 、ようやく入った。待ってました。さあ、4つ上がるかな？ OK。技術ポイントをひたすら使う、入ってきたらすぐ使う方向性で。ノーキング。なんだ、確か。どうしよう、私さ。何？どうしたの？顔色悪いぞ。だってさ、肩のあたりが変。マジで。大丈夫か、ちょっと。どのあたりに違和感がある？肩の背中の方かな。なんか付け根がチクッとすんだ。見てくれないか。どう、そんな変なあざとかそんなのない。見た感じは変じゃないし、手出すような妙な感じはしない。でもなんか変なんだよ。じゃあこっち向いてみて。うん、
こう？こっちから見ても異常ないな。ちょっと上げてみて。わかったよ。あ、今チクって。なんだって？ちょっと待てよ。ここが痛いのか？うん、もっと下、もっと下だよ。じゃあこの辺りか？だいぶ近くなったけど、もう少し前の方。あら。わかった、ここだな。へへへ、わ。そうか、この辺りか。わ、わ。ちょっと、ダメ、ストップ。いやー、こういうのいいっすね。いや、そうじゃなくて、私も一応女の子だし。はい？いや、だから、その、そういえば、気が合うぜ、あったけど、こんな部屋で部室に二人っきり？あのさ、これはまずい。さあ、どうしようか。ここは、どうしていいのかわからないって言ってみるか、あえて。どうしていいのかわからないって言って。変な声が聞こえただべ。誰かいるんだべか？うわあ、この、矢端さんなんでもないよ。ちょっと転んじゃって声が出ただけなんだ。なんだ、そうだべか。なんか別日みたいな声だったべ。気のせいだよ、気のせい。はははははーって言っても、騒ぎでうやみになってしまったが、あの後、立川の角に違和感は出なかったようだ。それにしても、あの時矢端さんが来てなかった。今頃どうなってことか。眠りそうになかった。あ、でも、弾道上がった！来た！弾道上がった！でかい、弾道上がったのでかい。野球マン3号、参上！野球界には危機感が足りないのだ。野球マン3号、野球界には、いや、二度言わなくても聞こえるってわ。どうしたの、六道？六道、誰のこと言ってんのかな？話が済まないから乗っておこう。え、もしかしたら大物？いや、もしかしてなくても私が野球マン3号なのだ。なんだ、六道が野球マン3号のコスプレしてるから間違えちゃったよ。うん、それならは仕方ないのだ。さて、野球界の問題なのだ。さっきも言ってたよ。野球人口の減少は由々しき事態。とまあ、確かにね。野球の魅力を伝えなければ、そのためには、どうしようかな。ド派手な演出。これ、上二つはない。無理があるだろ。真ん中だな。ド派手な演出行こう。ド派手な演出？人集めの張ったりも必要。ホームランの時はヒットのために花火を上げる。確かに派手。グラウンド全体を、グラウンド全体液晶画面にして、ズームアップやリプレイを映すとか、お金返そう。ユニフォームもっと派手に、原色を使ってアピールするんだ。羽とかカチャラをつけて。ちょっといいか。何？ここに金つばがある。美味しそうだね。ここに金つばに生クリームやチョコレートをかけると私言い出したらどうする？それはもったいない。金つばはそのまま食べるのも美味しいんだ。うん。これは、粒の揃った、ダイナゴン、小豆の品種、アンコスグリーン最適。和三本、和三本、日本で独自に、工夫した砂糖、細やかで、細やかで、細やかで涼しげな甘さが特徴。そう、俺の言ってたことは、そう、人目くらい必要だけど、野球本来の良さはやっぱあるんですよねっていう話ですよ。もちろん練習だなっつって、うん。さあ、技術ポイントだけ、技術ポイント、技術ポイント上がってくれ。頼むぜ。あ、じゃあ、どうしようかな。もう、次回行っちゃおうか。じゃあ、それでは次回、ご覧ください。それじゃあ、またねー。